その例で言うとエンリケさんの今事件でご存知です。はい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 。だからそれで言うとね、はい、エンリケさんのシャンパンバーって、うん、いやあれって飲食っていう感じじゃないですか。ちょっと あれあれもなんあれ不衛法じゃないんですか、あそこの店。不衛法じゃないですか。あそこは朝までやってるって書いて。1時までじゃなかった。いや1時までじゃないですね。朝までって。いやね、とにかく僕は直接行ったことで、行ったことある人に行くと、やっぱりその店員は絶対横に座っちゃいけない、うん、あの立っときなさいとかそういう指示が出てるみたいです。だから黒です、ね、あの事件でちょっとやっぱりもともと警察とかもあんまり、まあ、印象がないから、なるほど、ね、そういう意味では結構、まあ、あれだって。エンリケさんって何なんですか。エンリケさんって何がいいんですか。あのね、僕も当然まあ一回行ったことあるんですけど、うん、店に何がいいんですかって言ったらもう説明できないですよね。僕はなんか変なグルメイベントみたいな時によくいるんですよ、エンリケさんが。例えばなんだろう、焼き鳥達人の会っていう焼き鳥屋さんが何十軒も来て一串ずつ食べれるイベントとか、そういうところにいるんですよ、エンリケさんですみたいな。エンリケですみたいな感じでこう挨拶されるんだけど、あ、そうなんですねみたいな感じなんですけど、女性の中での人気が高いっていう僕イメージですね。女性に愛されるキャラなんじゃないですか。まあいわゆる休みなく働く、ちょっと本人もなんか自分でそういうなんか病気だっていうことは言ってます。なんかいわゆるちょっといわゆる発達障害みたいなことで。いやでもな、何がいいのかさっぱりわかんないんですけど、うん、全然可愛くもないですしね。ぶっ込みますね。てか本人もそんなに可愛いと思ってないし、ただなんか一人一人のお客様に誠心誠意接客してるっていうのが出てるみたいですけどね。ああ、まあ、でそのエンリケさんだってあれ全くあのほらあのテキーラ事件と一緒じゃないですか。構造は、ね、構造はあのほら誰だっけ、三本くんの、うん、あのテキーラ事件と一緒で、酔っ払ったやつ放置してたら死んでたみたいなやつ。そうですよ。結構場合によっちゃ罪重いんですよね。あ、そうですね。なんか保護責任者遺棄致死みたいなやつですよね。そうそうそう、あの前のほら推しを学ぶみたいなね、うん、まあ推しを学ぶくんの場合はもう、まあでもあれも違法薬物だったからこそ、うん、保護責任者遺棄致死かなんかで、うん、あの起訴されましたけど、あれね、実際起訴はされてなかったですね。結局この間弁護士さんに聞いたら、うん、保護責任者遺棄致死罪では起訴されてはない、うん、なんかちょっと何かの要件が厚生労働省にかけてるとは言ってましたけど、あ、要はね、放置したから死んだんじゃなくて、うん、仮に救急車呼んでも死んでたっていうことが、あ、なるほどね、うん、MDMA ですもんね、うん、もうだからあれはあの別に保護をしてたとしても死んだ可能性が極めて高いので、通報しなかったことによって死死に至ったわけじゃないので、そうじゃなくてっていう、うん、まあでもあれですね、もうなんかみんなああやってなんかベロベロになってるやつをそのままなんかスタッフルームに放置するとか絶対やばいんですけどね、ああいうのって。だから僕とか堀江さんそういう危機管理はあるんでしょうけど、僕はほらすごい飲む方だからすごいよくわかるんですよね。もう昔からああやって死ぬパターンって急性アルコール中毒で死ぬことってまあほぼないんですけど、 QR で死ぬんじゃなくて、うん、ゲロで死ぬんですよ大体。ゲロが詰まって死ぬんですよ大体。いや僕もね、20歳ぐらいの時に付き合った彼女が急性アルコール中毒で、いやもうお酒全然飲めない人なんですよ、はい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 、水割り 4、5杯飲んだのかな、うんうん、したらもうだんだんだから体温が下がってきて、触っても冷たくなってきて、うん、救急車呼んでもなかなか病院が見つからなくて、うん、まあ、救急車来たんですけど受ける病院がなくて、うん、でも看護師さんにめちゃくちゃ怒られましたね。